はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。サンドラパート8です。今回もよろしくお願いします。まあここはあいうパパパパでやってっていいよ。というのもああそっかそっかそっか、ここももう見ましたよね。見ましたか。パッパパッパと飛ばしていきます。で、なんでまあここからあのパスワードはいはいかは別にステージ最初から飛ばせばいいじゃんって言うんですけど、ちょっとこのネバーランドのステージが特徴的なのはどっちのうちか。そうですね。じゃあはい、進めていきます。よろしくお願いします。はい、どうですかね。あ、そうかそうか、いきなり会話イベントから始まるのか。いや、小悪魔じゃないか、アンディだろ。覚えているでしょうか、アンディはもうちょっとしピンク色のね服着てたんで、まあ彼は紫色の人です。結構俺口調なんで多分男の子だと思うんですが、これ格好がソニックみたいですよね。ああ、そうだね、似てるね、ポーズまでね。うん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 。ちょっと尻尾が生えてんだね。そうですね、尻尾ありますね。知ってた？いや、まあ言われて今なんか動いてんなみたいな。うんうんうん、あのアンディは尻尾あった？そんなの覚えてないですね。さあ、謎のね少年、まあ男の子、これ名前はあったっけ？なかったか、別に。サビーヌですか？うん。息子はサビーヌですね。それ言った自分で。言ってないですよ。ああ、彼がサビーヌかどうかはまだわからない。まだわからない。はいはい。で、サンダーさんの言う通り頑張ってみたよ。カッパですね。あ、ビオラですね。そうそう、ビオラルートにしたんで、カッパ太郎だよね、確か。ビオラルートにしたのけど、上手にはなってないと。だからなぜそれを言うかって話でね。もう言ったけどね。うん。上手にしてないじゃん、でも。それは別に、後々見てくれればいいんじゃないの。おう、仲間が。はい。まあ、行こうか。はい。あ、そっか、これずっと会話パートなのか。そうですよ。普通のステージなのは、もうちょっと。もうちょっとからなんだ。2、3で。じゃあここはずっと、じゃあもう今まで、選択肢出てきた。行ってきた感じの。そうだったんだ。へぇー。何？僕の師匠が彼女のお父さんだった。へぇー、そうなの？運命の赤い手で結ばれていたんだね。やかましいわ。あ、終わり？終わりですね。なんだ、もう大工入っていけないじゃん。あ、そうだね。ガディ出てこない。出てこないんだ。はいはい。結局みんな幸せになれたんだ。おかげで私たちも。おい、ちょっと、お前ら。そんな、こんな描写あったっけ？あったよ。これは、どのルートにしても多分。あ、そうなの？あれ覚えてないな。ねえ、みんな幸せになったって言うけど、誰か二人とか一人、誰か幸せじゃない人がいると思うんだが、俺の気のせいか。彼じゃないですよ。はいはいはい。ここのとこ不景気でね。はいはい。あ、怖くワンに会ったと。彼が会ったのは本物のアンディだったようですね。守りの日。おっと、フェアリーがトリガーに捕まった。トリガーが何かっていう、あれは何もない。トリガーっつってね、うちら多分引き金しか思い浮かばないんだわ。唐突だね、急に。でもフェアリーがトリガーに捕まった。あ、ここからあ、もういきなりですね。はい、じゃあお願いします、解説とプレイを。え、あー、なんだろう、普通にまあ画面がね、はい、こう勝手に動いてきて、まあ強制スクロールですよね。一応まあこうね流れていけるんだけど、挟まれる、挟まったら死亡っていう。はいはい。じゃあもうこれも覚えゲーかな。いやー、下手くそだとやっぱり何回も、あ、やべえ、こっちじゃねえ、あ、やべえ、積んだ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 、はい、覚えゲーですよね。はい、そうですね、まあ死にゲーですね。何回か死なないとわからないっていう。はいはい。ああ、はい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 。こんな感じですね。あの穴の中は入ると
死んじゃう。あ、穴は落ちますよ。だらスーッと。あ、スーッと。はいはいはい。じゃああんまりそうやって突っ込むばっかりでもダメだと。まあ、知らないんだったら下手にね、突っ込むと、落下するだけっていう。で、これはすぐタックルしに行くと落ちちゃう。落ちちゃうし、さっさと行かないと、ここでね、こうビョン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 跳ねて。これ間に合わないと思うんですよね。お、ああやっぱりね。今のってジャンプだ。丸ジャンプ、赤ジャンプの必要があるんですか。あ、多分普通のジャンプじゃ届かないじゃないですかね。まあギリギリ必殺技の方で間に合ったかとはいけない。はい、やべって。これ別にっとね。練習とかしてないんで。てか練習しなくてもできる人だと思ってたんですけどね。時間がちなみに、あ、5分。あ、別にプレイ自体は大丈夫かな。10分あれば。タイニートゥーン簡単なんですけどね、こういうの。あのやめた方がいいよ。どうせ死ぬんだから、そういうこと言うから。でも俺、あれ死なないですよ。やめな死ぬから。いや、死なないですよ。はいはい。そう言って、サンドラもやったんじゃないですか。いや、俺死なないとは言ってないですよ。本当ですか。そう、本来これでね、突っかえて。まあ、こういかないとね。あ、いけますね。でね、ここ、行き止まりができちゃうっていう。ウェイクと行き止まり。ああ、なるほど。これも迷いどころだよね。右か、上かっていう。まあ、一回死ぬか、運が良くて一回できちゃうか。はい。結構、難しいっちゃ難しいよね。まあ、ステージは短いけど。そうですね。できちゃうと、すぐ終わりますけど。あ、あれがトリガー?らしいですね。あ、鳥か!で、またこの子に助けてもらう?まあ、何もできないので。あ。で、それでこのコラクマンも、おぉ、追い払って、ドヤと。これ、ね、何もできないっていう。全く。ああ、サンドラは?見てるだけ。ああ、手つかずか。自分で飛べたんじゃないのって思いますけどね。守りの火が壊れてる。あの太陽みたいな。この火がね、感じだと一体どうなるかっていうね。ああ、守りの火。あ、エリアも守りの火になってますね。卵谷の魔物の卵が帰ってしまうわ。はい。魔物の卵。はい。守りの火。なんか、祭ってある方の火と、太陽の方の、あの、日曜日の火。うん。多分日曜日の方なんじゃないですかね。そうなんですかね。卵は、はい、乗ると、お化けが出てきて、はい、高いところから落としても、お化けが出てくると。はい。で、そのお化けは倒せるんですか?お化けは倒せます。4回か5回ぐらいで倒せると思いますけどね。これで、これで。放置は?お化けの放置。放置、いや、じゃなくて、卵の放置は?あ、放置とは?放置してても別に。あ、全然問題ないですよ。これは、攻撃してね、落として、お化けが出てくるっていうルートなんで。放置できるんだったら、まあ別にわざわざ攻撃しなくても。下手なことしてね、出てきちゃうとめんどくさいんで。タックルはどうなんですか?タックルやったことないですね。やりませんよ。あとね、まあこんな感じでお化けが出てきちゃう。ああ、これ幽霊、幽霊戦の。そうですね、幽霊戦の時にやられちゃったお化けですね。はい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 、はい。あ、5回ですね。5回。めんどくさい。そうですね。まあ違う攻撃でやったらちょっと早かったかもしれないですけど。うんうんうん、やらないですよ。危険なプレイはね、やらないに越したことない。で、これはこんな感じで、あ、はい。はい。できるんですよ、ちゃんと、本当は。あれで、こう、スイッと押しながらみたいな。串刺しは、串刺しというか、上からの攻撃は。これですか?2回分みたいですね。あ、そうですよ。知らなかったんですか?え、全く。あ、2回分ですよ、2回分です。あ、そうなの?じゃあ、あんまり強くない?どれがですか?え?刺し。上からの串刺し攻撃は、そんなに強くない?はい、そうですか?かなり使いまくってますけど。だって2倍じゃないですか?あ、いや、アップなかったな。そうですね。うん、いや、必殺技はあれ3倍ですよ。2倍と3倍じゃやっぱ違うじゃないですか。
そう、怖かったらこのステップね、正しいし。あー、下でこうやって移動すると。あた、あの、当たり判定があるんで若干。はい、ちょ、待って。おー、今のすげえ、ちょっと。あ、ここはね、あの、ボスステージなんで、あ、はいはい。あの、時間制限なんですよ。ええ。時間以内に卵を落とせば、うん、高いところから落としても出てこないっていう。あー、なるほど。で、ちなみに、これの魔物も倒せる？これね、倒したことないですね。え？赤いのが出てくるんですよ、はいはい、お化けが、ええ。これはちょっとね、出てきたら、倒せなかったような気がするんですよね。なんか、出てきましたよ。倒せるんですかね。これちょっとやってみましょうか。あ、今のは どっちかな。どうだったの？当たり判定。攻撃ができなかったのか、うん、当たらなかったのか。あ、これはすごい。出てこないことを祈ろう。出てくんなよ。あ、こんな感じでちょっとね、ギリギリで止まれるっていう。ちょっと新しい、今発見しました。あこいつはいいですね。ステップが怖かったら、うん、口出しして、あの、止めるのが安牌だよね。さっきもここでね、そんな感じになりましたけど、はい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 、違いますよ、はい、で、卵がフルフルしてる間は、まあ、動かないみたいですね、これは。あ、これ今のも卵は重ねちゃった方がいいんだよね。あ、そうですね、重ねるとなんかいっぺんに同時に動かせるみたいな、うん、あ、はいはいはい、こんな感じで。で、なぜか卵の下敷きになったらアンディ、それを助けることに成功したサンダーと謎の小悪魔。あそこに光のかけら、どこだ。あ、上。おお。あ、サンダー取ってくれるのか。小悪魔ぐらいジャンプできるとサンダーも変わるよね、ゲームが。その鈴のね、もしや、サビーヌのものだわ。これ名前じゃないですよ。サビーヌじゃないですよ。そんなことは分かった。でも、確かに、この点は、この点はダメですね。サビーヌって僕、あれさっき俺がつってなかった？そうですね。何ちょっとかしこまっちゃってんの？で、面白いのが、あ、いいよ。はいはい。面白いのがこれ映像だよね。こんな幼顔だったのかっていうね。あの、いつ見てもちょっとサンドラがバカっぽいよね。多分そんなに力入れてないんじゃないですかね。でもサンドラ結構年というか、もう子供いるから。そうですね。子供いる子とか。まあ、18歳以上とか、まあ、20歳とか、ね、30とか。うん。なんでしょうけど、ちょっと、ちょっとわかんないよね、年齢層が。ピヨピヨ。ここだけなんかあのゲーム映像だよね。そうですね。とね、もうまあいきなり始まっちゃうんですけど。はい。よく来たサンドラ。どうしますか？あ、大丈夫。幻の薬を手に入れるための最後の試練。この永遠砂漠に奇跡の丘があるとかないとか。で、そこで7つ集めた光のかけらを天に掲げると、まあ、希望の光が灯るはずというね。なんとも、アバウトなね。進んじゃいます？ダメ、進まない。あ、これで終わりで。うん。じゃあ今回は、まあ終わりっていうことなんで。まあもうそろそろね、もう佳境も佳境。ですね。うん。はいはい。まあここ、まあ、どうですか？今後、大丈夫ですか？試練は、うん。いや、いいっすよ。余計なこと言うなって言うんで。いや、まあ最後の試練がね、待ち構えてるんですが、その試練は、いや、多分大丈夫だと思うんですけどね。まあ。まあ、落下物なんで、ちょっと敵が出てくるとかじゃないから、ちょっとね。なんだろう。落ちたらちょっとどうしようもなくなるっていう、何もできない。対処できないんで。この何が試練でね、精神を折る試練が続くと思うんで。まあそこはね、なんとか15分以内に終わらせることを願ってやってもらいたいと思います。じゃあ今回はこの辺りで切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。